マウリシオ・ベルナルド・ビクトリーノ・ダンシリオは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の元同国代表サッカー、選手、ダヌービオ FC 所属。ポジションはディフェンダー。1980年代に、ナショナル・モンテビデオで活躍した FW ・ワルデマール、ビクトリーノはおじにあたる。2005年3月3日、コパリベルタ・ドーレスの CA リーベルプレート戦で、ナショナル・モンテビデオからデビューした。 2009年には、チリの CF ・ウニベルシダでチリに移籍し、8月30日のアウダックス・イタリアーの戦で左足からプロ初得点を決めた。2011年2月1日、ブラジルカンピオナートブラジレーロ・セリエ A のクルゼーロ・ EC に移籍した。2016年1月、フルスであるナショナル・モンテビデオに復帰した。同年限りでナショナルを退団すると、 翌年1月2日にリーガパラグアージャのセロポルテーニョへ加入した。2019年8月17日、ダヌービオ FC に移籍した。2010年には、南アフリカ共和国で開催された 2010FIFA ワールドカップに出場し、準々決勝のガーナ戦では、PK 戦の2番目のキッカーとして、ペナルティキックを成功させた。ウルグアイ代表は、 PK 戦の末に勝利し40年ぶりに準決勝進出を決めた。ありがとうございます。